ドカンブーム。鹿児島ユナイテッド FC サポーター部マッキーのロッカールームのコーナーです。ラジオネームリリーさんからいただいております。鹿児島ユナイテッド FC 練習再開しましたね。ツイッターなどで選手たちの笑顔の写真が上がってきて、厳しい状況ではあるけれども良かったなぁと思っています。最近茅野間選手がカメラマンになって写真撮ってあげてますけど、いい写真が多いですよね。あの写真はほっこりするなぁと思っているんですが、徐々に日常が戻ってくるように祈るばかりです。そして昨日クラブから動画がアップされましたね。涙が出ました。みんなで協力し、早く笑顔あふれるスタジアムでサッカーを見たくなりました。もう少しです。頑張りましょうと。あとサポーターでも動画を作ったので、よかったら見てくださいといただきました。先ほどツイッターで流れてきたその鹿児島ユナイテッド FC の皆さんの、サポーターの皆さんの動画見ましたよ。早くサポーターの皆さんとサッカー場で会いたい、スタジアムで会いたいなと、そんなこと思いました。ありがとうございます。これ選手の皆さんすごい励みになると思います。さて今日はですね、その練習再開したということで、選手の皆さんにインタビューが可能となりましたということで、皆さんぜひね、選手の皆さん、この選手の声が聞きたいというリクエストも引き続きお待ちしております。今日は練習再開後、やはり頼れるキャプテンにお話を伺っております。それではどうぞ。ユナイテッドサポーター部マッキーのロッカールーム、エールフォー鹿児島です。今日もリモート収録になっております。久しぶりに声が聞けるので非常に楽しみにしております。では自己紹介お願いします。はい、鹿児島ユナイテッド FC 背番号20番酒本範之です。よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。久しぶりに声聞けて嬉しいです。あ、思いますか。はい、いや思うけど、久しぶりにサッカーできてるんで楽しい。やっぱそうですよね。はいはい。あのトップチームのトレーニングが再開しましたけれども、今どうですか、はい、お気持ち。いやもうやっぱ外でね、こうやってサッカーできるっていうのは、まあ、あのいろんな縛りがありますけど、うん、もうけどやっぱ素直に楽しいっていうのがやっぱ一番最初に感じましたね。やっぱりそうですよね。はい。あの選手の皆さんそんな感じですか。そうですね、もうやっぱ雰囲気ももちろんいいですし、はい、まあこうまたサッカーの楽しさみたいなのかみしめてるんちゃうかなと思ってますけど、改めてそんなことを感じますよね。そうですね。あの今どうですか、トレーニング自体は、まあ、徐々に上げていってる感じですか。はい、まあ徐々に上げるというか、まあ、うん、まずは維持する、維持というか、キャンプ中からこう作り上げてきたものを、はい、そんなに落とさずに、うんうん、っていうところじゃないですかね。そうですよね、やっぱりこの自粛期間中って走ることもなかなか難しかったりしたと思うんですけど、はい、そうですね、こうステイホームやったんで、はい、ですよね、まあ、家の中でね、できることをやったり、トレーニングメニューもね、スタッフのみんながこう作って送ってくれたりしてたんで、はい、まあ、そこら辺はね、こう選手一人一人やってたと思うんで、うん、はい。じゃあその、ま、維持という意味では、その自粛期間中も皆さんもしっかり頑張ってらっしゃったんですね。そうですね、ほんまオンラインでトレーニングあったんですけど、はい、ほんま家の中一人で吐きそうになってそんなにきつかったんですか。いやほんまにきつかって、へー、まあ、やっぱ多分みんなとこうきつい練習やってても、はい、まあね、こうまだ楽なんは楽なんですよ、はい、やっぱ一人でやるとなると、はあ、そっか。やっぱもう、まあもちろんサボったのかなっていう気持ちも出てきますし。でも見られてるからそうもいかないっていう感じですよね。そうなんですよね。リモートで。はい。いや、もう家の中で吐くぐらいのトレーニングってなかなかないですよ。いやいや、ほんまびっくりしましたよ、俺も。嘘やろっていうようなトレーニングが。すごいな。でもその自粛期間中、まあ、結構長かったと思うんですけれども、はい、どんな気持ちでしたか。まあほんまこういうことってまあそんなないんで、はい、初めて経験ですし、うん、だからまあなんやろ、こういろんなね、情報もいろんな情報が飛び交ってる中でね、はい、まあ、まずこう自分に今何ができるかっていうのを、うん、とこの時間に何をすればいいんやみたいなのをちょっと考えましたけど、あ、
そうですよね。ベテランの酒本さんでもこういうことはまあなかったですもんね、これまでね。いや、これはもうね、全国民っていうか全世界がもうね、まあもちろん昔はいろいろそう感染症あったみたいですけど、こうやって世界中に広がってね、こういう感じになるっていうのはもちろん初めてですし、そうですよね。その中でどんなトレーニングしたらいいっていうそのお手本なんかもないわけですし。そうですね。けどまあほんまね、自分らのチームだけじゃないし、まあ全 J リーグチームもそうですし、まあ全世界のねサッカーチームもやっぱ、活動休止してたわけで。そうですね。そうですね。まあ、あのまだ開幕は見えてきてはないんですが、いろいろな情報も入ってきているとは思うんですけれども、はい、どうですか、その開幕まで攻めてどのぐらいあれば、こうチームとか個人としても作り上げていけるもんですか。まあそれはね、こう監督コーチとか、まあ、コーチングスタッフ含めて、考え方あると思うんですけど、はい、まあ鹿児島はね、割とこの練習がストップしてる期間っていうのは短いと思うんで。割とですね。はい。ね、他のチームとかもう1ヶ月半、2ヶ月近くっていうところもいっぱいあるんで。そうですね。僕らのこと考えたら、まあもうちょっとね、短くてもいいんちゃうかなっていうふうに思いますけど、やっぱそうやって長く休んでるチームのことを考えると、やっぱり6週以上は絶対必要なんちゃうかなっていうふうには思ってますけどね。やっぱり。まあその、不公平だとかなんとかっていうのも、なんかね、出てくることもあるかもしれないんで、まあ6週以上は攻めて、ね、取ってあげてほしいなとは思ってますけどね。やっぱりかかるんですね。まあそのチーム状況にもよるとは思うんですけど。そうですね。まあそうですね。やっぱ怪我とかも増えますし。そうですよね。まあそう、見てる人たちもね、そのコンディション悪いとか、そうやってね、グダグダのサッカー見に行きたいと思ってるわけじゃないと思うんで、ある程度やっぱ仕上げてからレベル高いところの試合っていうのを楽しみにしてると思うんで、確かにそうですね。そのモチベーションなんかはもうずっと保ってるんですか。いや、なんかモチベーションって、まあそれ個人によると思うんですけど、僕個人的にはなんかその、なんかその試合に向けてっていうよりは、なんかその日の練習に向けてみたいなとことか、はい、まあ基本的にこうサッカー楽しむみたいな感じで臨んでるんで、なんかそのモチベーションが作るのとか維持するのかっていうのはあんまりこう僕自身はその感じないと思うんです、感じないというか別に意識して、そういう取り組んでるっていうことはないんですけど。そうですか。はい。けどまあ個人的に個人個人見たらね、やっぱまあ何に向かってやってるかって分からん状態でもあるし、まあ難しいのは難しいと思いますけど、はい、でもまあこういう時だからこそこうね、サッカー楽しむだとか、なんかもっとこうちょっと違うプレーをチャレンジしてみるだとかっていうのもね、まあそのサッカーに対する姿勢の、モチベーションの一つになるんちゃうかなと思いますけどね。今年この状況の中キャプテンを務めるっていうのはちょっと大変なのかなって思うんですが、はい、キャプテンとしてはどうですか。まあ、キャプテンって言ってもね、そのキャプテンらしいことまだほんま何もしてないんで。いや、もう存在がキャプテンですもん酒本選手は。いやいや、全然もう何もしてないんで、はい、まあけど、まあ、試合とか始まったらね、またいろんなことが出てきて違う形でね、こうチームに貢献したいなとは思うんですけど、まあけど今はやっぱこう、まあ、チーム一丸というか、はい、まあこう個人それぞれがね、こう目標を持って、取り組むっていうことが大事になってると思うんで、はい、はい、まあそういうところというか、暗くならないようにっていうところは意識してやってますけど、あ、そうなんですね。はい、手洗い動画の時に酒本選手も率先していろんな方にこう選手に声かけて。はい、盛り上げてたのがすごい印象的でした。あれはね、ちょっとやりすぎましたね。やりすぎましたか。はい、すごい元気もらいましたよ。いやいや、あれまあけど普段からね、翔吾とはああいう絡みが多いんで、ちょっとあれはね、撮られてんのはあんま分かってなくて。面白かった。いや、悪いなと思いましたね。
この時間でできることとか、そういうことをどんどん発信してるんだなっていうのを、うん、ユナイテッドから感じているところなんですけれども、はい。あの、エール4鹿児島ということで、まあ、今、本当大変な状況で頑張る鹿児島の皆さんに、はい、ぜひ今日は坂本選手からメッセージをね、お願いできないかなと思ってるんです。はい。はい。まだまだね、この大変な、ことが続いてるんで、まあ、一人一人がこう、責任持って、自覚ある行動をすることによって、明るい未来が待ってると思いますので、また、スタジアムや、あの練習場で笑顔で会えるように、はい、今一人一人こう頑張っていきましょう。はい、力強いメッセージをいただきました。本当そうですね、はい、自覚を持ってしっかりね、みんなでまだまだ行動していきましょう。ではリクエスト曲を一曲ご紹介いただきたいと思います。ではかっこよく曲紹介お願いします。はい、E.T. キングのギフトでお願いします。いい曲ですね。ありがとうございます。もう俺の曲ちゃうけど。本当ですね。今日はですね、明るいインタビューになりました。はい、坂本紀之キャプテンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。